寒い東編に出演した恭平くんは男子高生ミスターコン2022でグランプリに輝いた実は垢抜けするまではそこまでかっこよくなく体重も70キロほどあったダイエットや運動水を毎日2リットル飲むスキンケア宿毛矯正などたくさんの努力をし現在の姿を手に入れた焼肉屋に行く時は牛タンから食べ始まり牛タンで食べ終わるキノコの山派ではなくタケノコの里派である チーズケーキを、焦らしたことがある。